ンポン。こう、なんですかね、熱くなるものがありますよね。アフロ、アフロ、どういうことや。いや、ちょっと最近髪型に悩んでて、私に似合いそうな髪型を探してたんですよね。その着地点がアフロなの？いや、別に先生がそれでいいなら止めないけどさ、結構攻めっ気強くない？この攻めっ気たまらんです。なんだこいつやべえのか？いや、どう考えても今の時代にアフロは難しいやろ。まあ、ついなちゃん。おいっす。アフロ、今日も元気にドカンを決めたら洋覧背負ってリーゼント。もしかしてこれのことリーゼントだと思ってる？アフロこそ男の魂。お前もアフロかふざけんな。あちらへのアフロ。サンプつけんなや。いや、アフロだ。お前はアフロつけろ。なんで一人闇兵みたいになってんだよ、ふざけんな。さて、ここでアフロをつけた感想を皆さんにお伺いしたいと思います。お前それリーゼントじゃね？いかがでしょうか？いや、なんか、心の奥で湧き上がるパワーを感じました。君も？からこそパワー。お前もかよ、ふざけんな。ありよりのありえって。サンプつけんなや。4て。いや、アフロだ。おめえはリーゼントをつけろ。何点か遅えんだよ、お前。もっとインパクトのある髪型はどうですかね？モヒカンとか、それもうやった。まさかのコンさんとか、それもやった。あえて髪の毛なくすとか、それはもう先駆者いる。なんでそんな衝撃の髪型網羅してるんですか？大体お前一部ついなちゃんのせいやろうが。